ロマンセルヒオビチタランは、ロシア出身、ウクライナの男性フィギュアスケート選手。2010年バンクーバーオリンピックウクライナ代表。2008から9年シーズンウクライナフィギュアスケート、選手権優勝。パートナーは、エリザベータ・ウスマンツェバ、妻でもあるエカテリーナ・コステンコなど、ドニプロペトローシクに生まれ、4歳の頃にスケートを、始めた。やがて、ユリア・ゴレはトップペアを結成し、 2004から2005年シーズンから ISU ジュニアグランプリに参戦を果たした。翌2005から2006年シーズンも ISU ジュニアグランプリと世界ジュニア選手権に出場を続けたが、表彰台に上ることはなく、ペアは解散に至った。2007年にエカテリーナ・コステンコと新たにペアを結成し、シニアクラスに完全転向。ウクライナ選手権で2位となる。 2008年欧州選手権では、ショートプログラム13位、フリースケーティング12位の総合13位に終わった。2012から2013年シーズンの途中から、自身の生徒だったエリザベータ・ウスマンツェバとペアを結成。コーチは、元パートナーであり、妻でもあるエカテリーナ・コステンコが行う。プランタンハイに出場し優勝。2014年12月、ウスマンツェバとのペアを解散した。 アーカイブド2014年12月18日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ウクライナ・オープンとして開催、ウクライナ選手で2位、全体で3位。ありがとうございます。